北海道滅別郡の一滅別郡は北海道胆振市長にあった郡。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は現在の上別市にあたる。上別にある勝田神社の歴史は古く、由緒では平安町の頃まで遡ると言われ、当時この地を往来する和人が地元人と共に異色住の守護神として捕食人を放催したと伝わる。 江戸時代の幌別群域は東江戸地に属し、正木藩によって幌別場所が開かれていた。群域内の上別温泉は古くから知られ、もがみ内の江戸造史にも記されている。陸上交通は、都東国の函館を起点と指導党や、千島国方面に至る陸路が東西に通じていた。江戸時代後期、国防のため、完成11年幌別群域は、 天領とされたが、文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、南部藩が警護を行った。安政4年には、大見商人、岡田藩兵衛が、上別温泉までの道路を改作し、翌5年には、滝本金蔵が第一滝本館の前身の温泉宿を建てている。安政6年の六藩分領以降、滅別軍は、 南部半領となっていた。戊辰戦争終結直後の1869年8月15日、大法律寮の国軍里政を踏襲して、滅別軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の滅別軍の町村。ありがとうございます。